北海道放送 HBC ラジオ HBC ラジオは北海道を放送対象地域とするラテ県営の特定地上機関放送事業者北海道放送が運営する AM ラジオ事業部門を表す故障北海道の民間放送事業者で最初にラジオ放送を開始した札幌テレビ放送がラジオ部門を分社して別会社となったため現在は 北海道の民間放送事業者で唯一の同一法人によるラジオテレビ経営局となっている。JRN 及び NRN に加盟。ラジコでは STB ラジオ、FM 北海道と同様に時報音はカットされずにそのまま流されている。青森県では函館放送局や室蘭放送局が日中も良好に受信でき、青森県の一部は サービスエリアに含まれている。JR 北海道が運行する一部の特急列車でも NHK ラジオ第一放送、NHKFM 放送とともに再送信している。当初利用可能な列車はスーパー北ト、スーパー大空、スーパートカチ及びリゾート列車であったがスーパー北ト、スーパー大空、スーパートカチでの車内オーディオサービスは グリーン車内のリニューアル工事に伴い2011年で廃止され、現在はリゾート列車のみ再送信を行っている。2016年10月19日正午、STB ラジオと共に FM 補完放送本放送開始。ただし放送エリアは札幌市を中心とする同王圏のみとなる。札幌放送局では大半の時間帯でスジャータの地方 CM を 長らく放送していたが、2013年1月1日午前5時の時報からサークル K サンクスの時報 CM が放送された。しかし、2014年4月1日4時をもってサークル K サンクスが時報スポンサーを交換したため、2021年7月15日1時22分44秒、現在は同局でレギュラー番組を持つバーチャルアイドルの北野カムイのアナウンスで、 やっぱり、北海道っていいよね。北のカムイが、地を、お知らせするにゃという時報や、2014年6月30日4時以降は、前日の北のカムイバージョンの他に、ほとんどの時報アナウンスが、当社のキャッチコピー、ガッチャンコ、HBC に変更されている。2018年現在、一部時間帯は、スポンサー付きの時報 CM を、スポンサーが付いていない。 時間帯はパーソナリティが時間をお知らせする時報となっている。また、2016年度はカーナビラジオ午後1番が2017年度には長官桜井が20周年を迎えたため複数時間帯で20周年記念の時報を展開している。なお、札幌放送局を除く各局ではローカル扱いとなる一部時間帯で上記と異なる場合がある。 時報音は、ポーンとなっている。以前は、時報音の前に、ピヨピヨという鳥の鳴き声をモチーフにした音声が2秒前からカウントされていたが、現在は行われていない。2003年4月以降、テレビの地上デジタル放送開始に伴う多大な、費用負担の増加に加え、長らく続いている。 道内経済の低迷などによるスポンサー広告収入の減少などの要因から財務体質の強化と地方局の規模縮小によるコスト削減が図られた。道内各放送局とローカル番組の再編かつては道内各放送局にアナウンサーや記者、番組制作スタッフなどを常駐させていたが、戦術の経営合理化によって人員が大幅に削減され、ウロラン、 北見、釧路の3放送局は2003年3月31日、限りで機能統合され、必要に応じて、本社や統合先放送局からスタッフを派遣させる方針に切り替えた。これに伴い、同内各放送局別に制作、放送していた多くのローカル番組や CM が、相次いで終了した。さらに、各放送局から放送していた、ローカル番組等も、 本社からの裏送りに切り替えられた。なお、室蘭放送局は公式サイトの会社概要にも記載されなくなったが、ラジオのコールサインは維持している。特にラジオでは影響が顕著に現れ、過去には平日の12時から13時を中心に、道内各放送局ローカル枠として、それぞれ独自色を打ち出した番組を多数制作、放送していたが、それらもほぼ全て姿を消し、 一部の放送局でミニ番組がわずかに残るのみとなるまで減少した。その後2006年3月まで札幌を除く各放送局では札幌放送局制作番組を同時放送していたがラジオ放送に関しては2006年4月より隣接したエリアごとに再編して各局ローカル枠が一部復活。室蘭放送局では函館放送局制作番組を 北見放送局では、旭川放送局制作番組を、釧路放送局では、帯広放送局制作番組をそれぞれ同時放送している。現在は前日の通り、旭川、函館、帯広の各放送局で収録した番組を札幌に送って該当する時間帯に裏送りで放送している。 AM ステレオ放送の終了を1992年8月1日より札幌放送局のみで実施していた AM ステレオ放送は2010年2月28日をもって終了し翌3月1日からモノラル放送に戻された北海道は放送区域が広大なため多くの中継施設を要することからすべての中継施設を AM ステレオ放送に対応させると ステレオ放送対応施設の維持、更新にかかるコストがさらに増大することに加え、道内各放送局、中継局への中継回線使用料が高額な事情もあり、札幌放送局のみで実施していた。なお、AM ステレオ放送終了から1年余り経過した2011年4月より実施しているラジコの同時配信では、放送対象地域である北海道内全域で、 ステレオ放送が行われている。ラジオスタジオはすべて6階に配置されており、生放送対応の第1、第2スタジオには、北海道庁9本庁舎側に大きな窓が配置されている。第1、第2スタジオの様子を配信する、インターネットライブカメラ、見えるラジオは、著作権の関係で、音声はすべてカットしているほか、カメラの向きを変更し天井や壁しか映さない場合も、 ある。他に編集ブースが5室あり、それら編集ブースで共用する穴ブースも一室整備されている。上記のほか HBC ウェザーセンターにもラジオブースがあり、ウェザーセンター側からの操作で、第2、第3スタジオと繋ぐことが可能。主にワイド番組内で、気象情報を放送する際に使用されていた。前日の通り、以前は、 道内の各放送局が独自にローカル番組を制作、放送していたためスタジオを備えていたが、ローカル番組の規模縮小に伴い室蘭、釧路、北見の各放送局でスタジオが廃止された。上記のほか、かつては東京支社にもラジオスタジオが存在しており、生放送や録音番組で使用していた。その後、東京支社スタジオは廃止され、 東京支社もビル改築に伴い2008年9月に中央区銀座から港区新橋へ移転した。なお、大泉洋のサンサンサンデーなどで東京からの生喪失を必要とする場合は都内のラジオが足スタジオが使用されていた。また、ラジプロ。では番組コーナーの一部に東京スタジオからという表記がなされているが、これは記述の便宜上、東京で取材。 収録したものを東京スタジオからと称しているだけで、実際にスタジオ収録されているということではない。HBC ラジオでは、円別と円歌ルを除くすべての送信書、中継局にコールサインを設定している。これは地域別 CM の創出が主な目的で、STB ラジオも一部の中継局にコールサインを設定しているが、数は HBC ラジオが大きく上回っている。 旭川、帯広、釧路、網走の各送信所はかつてアナログテレビ放送設備も併設していた。北海道放送旭川放送局、北海道放送が加盟する日本民間放送連盟では FM 補完中継局制度を見直す方針を2019年に公表。連盟に参加する AM 放送事業者が2028年までに AM 放送免許の更新時期を迎えることを踏まえて民放、A、AM 局独自の経営判断によって AM 放送から FM 放送への転換が可能になるような制度の整備を求める要望書を総務省が設置する放送事業の基盤強化に関する検討分科会に提出した総務省も2020年10月に民間ラジオ放送事業者の AM 放送の FM 放送への転換等に関する実証実験の考え方を公表したことから民放 AM47 局で組織するワイド FM 対応端末普及を目指す連絡会では44局が2028年秋までに FM 局への転換を目指していることを2021年6月15日に発表した。しかし広大な放送エリアを有する北海道では既存の 課長地域をほぼカバーするための設備投資に多額の費用を要することを理由として、FM 補完中継局の親局か構想参加局の中に HBC ラジオは含まれておらず、発表時点ではこの動きに参加しないこととした。2021年4月現在。詳細は公式サイトのラジオトップページあるいは、ラジオ週刊番組表を参照。主に各ワイド番組内で放送。 同内各局別に放送する定時ローカル番組枠は大幅に縮小され、現在は平日10時50分11時に限られているが、時報スポットは平日13時16時に各局ローカル枠を設けているほか、これ以外の時間帯にも地域別ローカル CM を放送している。このほか、地域のイベント等に伴う歌謡ショーなど、特別番組のローカル放送も不定期に、 行われている。ラジコによる再配信では、ローカル番組、CM ともに差し替えを行わず、札幌放送局の番組、CM を放送している。公式サイトで地域別放送を行う、特別番組を案内する際は、放送局の表記を外して地域名のみとするほか、放送局名を表記せず、括弧内のエリア表記とする場合もある。 自社制作番組同内各放送局のローカル番組 JRNK ネット番組 NRNK ネット番組その他のネット番組 JRNNRN のシングルクロスネット局が制作する番組も含むトピッカートピッカー HBC ラジオのラジオカーを指す愛称それまでのハロー号に代わって1988年にデビューした主に 札幌市内を中心とした各所で中継を行っているが、かつては旭川などへ出張して中継を行うこともあった。STB ラジオのランラン5と比べ、キャスタードライバーの人数は1名と少なく、活動も緊急の場合を除き、気分上昇ワイドなる3つと、カーナビラジオ午後1番の番組に限られ、土曜は2014年度から2017年度までは、 キャスタードライバー1名が各州交代で該当する時間帯の番組でレポートを行っていた。土曜、日曜の中継は現在行っていない。なお、カーナビラジオ午後1番。では2021年3月まで番組リポーターだった大森俊二が乗車してリポートを行う場合もあった。車両はかつて、トヨタコロナ、日産、ブルーバード、三菱、 パジェロなどを使用していたが、2000年からは、初代トヨタハリアを、2007年からは2代目トヨタ、ハリアを、2015年6月からは3代目トヨタ、ハリアを使用している。過去に担当していた、キャスタードライバーランラン号のキャスタードライバーは、契約終了後も、STB ラジオの番組に出演するケースが、比較的多く見られるが、トピッカーの、キャスタードライバー経験者では、 斎藤小津と奥田ゆかが目立つ程度で少ない。ありがとうございます。